昨年の5月に、徳之島の人をテーマにした YouTube チャンネルを立ち上げました。おかげさまで先日なんと2000人を達成いたしました。登録者ありがとうございます。おぼらだれん。そこで皆さんにと今日はとても大切なお知らせがあります。2000人を達成いたしまして、これを機にですね、私は、本日をもちましてマルチャンネルを終了いたします。1年半という短い間でしたが、本当にたくさんの皆さんありがとうございました。これをもちまして私丸野清のマルチャンネルは終了いたします。ありがとうございました。ということで、マルチャンネルは終了しますが、明日から、実は2000人を超えましたので新しい、ページをめくりたいと思いまして、私は次のステップに参ります。私丸野清がちょっと横に抜けて徳之島全体のさまざまな話題を紹介するチャンネル、みんなの徳之島元気テレビ、ちょっと私も長いのでまだ覚えてないです。略して徳テレ。徳之島のさまざまな出来事であったり、お店であったり、もちろん人もそうです。徳之島は前からお話をしているように、食べ物も美味しい、自然も素晴らしい、文化も素晴らしい、でも何より素晴らしいのは徳之島の人なんですよ。まあ基本的には人をテーマにしながら徳之島のいろんな元気を紹介していきます。みんなの徳之島元気テレビが始まります。このチャンネルを見ると必ず徳之島のいろんなことが分かります。必ず得をします。みんなの徳之島元気テレビ、徳テレ、得をするテレビ、徳テレ、ぜひ明日から始まります。皆さん、まあ、皆さんの見ていただいている皆さんの声を聞くのがまた私の元気になります。ぜひ、たくさんの声をお聞かせください。私は徳之島の元気をですね、これからも少しずつ紹介していきたいと思います。ぜひ本当によろしくお願いします。おぼらだれん、徳テレ、よろしくお願いします。トークテレ、あ、いいかな。おぼらだね、おぼらだね、おぼらやれ。ありがとう。トークテレ、はい、撮りました。みんなの徳之島テレビ、みんなの徳之島テレビ、トークテレ、あ、違うわ。みんなの徳之島元気テレビ、みんなの徳之島元気テレビ、トークテレ、みんなの徳之島元気テレビ、合ってるね、合ってますね。みんなの徳之島元気テレビ、合ってますか。うんうんってして、うんうん、みんなの徳之島元気テレビ、皆さんの、声が私の何よりの元気、皆さんからいただく声が何よりも、おかしい、おかしいな、皆さん、皆さんに見ていただ、見ていただいている皆さんからの声が私の何よりの元気です。なんかおかしくない。まあいいか、あ、まあとりあえず、あの、取りましょう。よろしくお願いします。はい。みんなの徳之島元気テレビ。